ここを抜けりゃ五番マゴロだ。思ってたより大変そう。まあなんとかなるだろう。あれが五番マゴロの柱だ。道順は？プラン E の次は F、G、H ってな。続きがあったのか。F はこの区画の名前。G を抜けて H まで向かう。 H にあるリフトで魔鉱炉の近くまで行けるの。ピックスもその先で待ってるはず。もう日が傾き始めてるね。うん、行くぞ。シンラに泡を吹かせてやる。うん、うん。黙って進め。下見なければ平気だよ。案外ずぶてえなお前ら。扉の先が G か。これで開くかな。ダメ？電力が来てない。あそこは電気ついてるぜ。制御室か。行ってみよう。あの扉使ってないのかな。てかこの通路自体使ってるやつがいるとは思えねえ。これじゃ点検もできないよね。かろうじて生きてっか。動くかな。電力供給が不足しています。ダメだな。ねえ、これ電力不足時の対処法だって。ライトを消せば非常用電力を確保できるのか。ライトってもしかしてスラムの太陽？スラムを照らすライトのことをそう呼んでるの。そいつを消せば扉が開くってわけか。でも太陽が消えたら困るよね、四番街の人たち。魔鉱炉をぶっ壊したらどっちにしたって消えちまう。そうだったね。戻るぞ。スラムの太陽のせいで電力不足なのかな、ここ。さあな。点検をサボってるだけじゃねえか。明るいのは便利だけど、たくさん魔法を消費するんだね。あった。こうして見ると大きいね。スイッチははしごの上か。結構高えな。俺が行こう。下で待ってるね。非常用電力の供給を確認。ゲートの再起動を開始します。よっしゃ、うまくいったな。うん、ありがとう、クラウド。うん、これで G までは達成だな。うん、あとは魔鉱炉を目印に。この眉、やつらの巣穴へようこそって感じか、こりゃ。チッ、どこまで腐ってやがんだ、このピザはよ。
こっちも電力不足らしい。ちょうどいいじゃねえか。侵入し放題ってことだろ。ちっ、くせえガスをスラムに垂れ流しやがって。ガスのとこモンスターが集まってる。トンネルの中と一緒だ。神羅と魔鋼のせいってな。黙って動け。けっ、はい、やっ、頑張る。頑張るね。防ぐ。仕留めた。邪魔だ。こういう場所はな、迷うわけねえって信じるのが大事。それ、絵本のセリフだよね。おお、マリンが気に入っててよ。真似してやると喜ぶんだ。人生は終わりのない迷路だぜ、でしょ？私も覚えちゃった。ねえ、もう一度確認しない？今どの辺だこりゃ。私たちの目指す魔鋼炉は H の先。ああ、でもここまでは H につながってる道なかったよね。ま、歩き回ってりゃそのうち。あんた一人でやってくれ。他につながってそうな場所ってなると、壁沿いか。ダメ元で行ってみない？目的地があると気も紛れるし。うん、悪くない案だ。あのでけえ扇風機が目印か。確かにあれ見て歩けば迷わねえな。あれって換気ファンかな。吹き飛ばしてもガスが消えてなくなるわけじゃねえ。ヤバいもんは全部スラムに垂れ流しよう。あばよ。よっしゃ、終わりだ。騒ぐほどじゃ。見て、あのパイプの上登れるかも。伝っていけそうだな。マジか。怖くね、怖くね、怖くねえわ。怖くね、怖くね、怖くね、あ、怖くね、怖くね、怖え。なんかすげえファンの音が。おじけづいたか。誰が、てめえの細っこい体が吹き飛ばされねえかってこっちゃ。もう急いでるんでしょ。おう、ついてこい。
いい風吹いてんな。全然良くない。よそ見ダメだから。おう。渡り切ったね。はあ、寿命縮んだぜ。あ、はあ、ほんのちょっとだけな。2秒だ、2秒。もう目の前が H。 足元気をつけて。あれが目的のリフトか。メインリフト。うん、確かそう言ってた。間違いねえ。こいつがビックスの言ってたメインリフトだ。あいつもこの先で待ってるぜ。電力供給が不足しています。またかよ。ライト3つ分必要だな。そんなに？この辺りの全部ってこと？こうなりゃ片っ端だ。迷ったらここに戻ってこよう。 H1 の番号が目印。あ、こっから一番近いライトっつうとあれだな。暗いスラムを見守る明かりは未来までも照らす道しるべであり太陽なのです。なんだそれ。スラムの太陽の宣伝文句、プレジデントが演説してた。け、神羅に照らされる未来なんざお先真っ暗に決まってな。余裕だぜ。私も行くよ。け、仕上げだ。サクッと消しちまうか。電力回復、パワーオン。まずは一つ目。残りはあの二つだな。侵入者撃退システム再起動開始。撃退システム？電力が復旧したか。けっ、それがどうした。全部ぶっ壊してマコーロへ向かう。ている暇はない。もちっと喜べよ。ライト2つ分不足してるな。
電力供給が不足しています。ライトを消すのが先だな。電力供給が不足しています。動かせるんだ。おお、ぴったりじゃねえか。次のライトはどっちだ。こまめに確認しないと分かんなくなっちゃうね。バカみてえにでかくて助かるぜ。余裕だぜ。私も。こんなもんよ。よし、やっちゃおう。当てる。じゃあね。だってこんなもんだ。これで2つ目か。あとはあのライトだけだね。終わりが見えてきたな。ここから下に降りられそうだ。崩れねえよな。下は4番街スラムか。え、興味ある？今度案内しよっか。少しは心配しろよ。動きそうだよ。消しちゃったね。太陽なんて本物が一つあれば十分だ。神羅に作れんのは偽物だけよ。ぐるっと回って戻ってきたみたい。最後のライトは。あのライトで最後。ずいぶん回り道しちゃったね。ここには仲間の目印もないしな。ジェシーとウェッジがいないのもいて。うん。二人のことビックスになんて言おう。きっと心配するよね。ライトまでの架け橋、しっかりつなげろよ。打ちのめし、ボコボコにしてやるぜ。支援せろ。連携しよう。どけどけ。うん。はあ。じゃあ。
近づいたな。涼しい顔しやがって。これで3つ目。メインリフト動かせるようになったかな。多分な。よし、 H1 エリアまで戻るぞ。ジェシーの怪我大丈夫かな。あいつらの分まで神羅を懲らしめてやんのが一番の治療だ。そうだね。クラウドはウェッジの分お願い。ビッグスとの合流場所は魔鋼楼へ続く通路の中だ。暇つぶしのプラン A から Z まであるって言ってた。 G くらいまでには着くようにしねえとな。メインリフトまで戻ってきたね。首を洗って待ってろよ魔鋼楼。換気システムのメンテナンスモードを設定します。作業者は端末にアクセスしてください。ファンの制御装置。止まった。換気システムメンテナンスモード実装。制限時間内にロック解除用端末にアクセスしてください。何してんだおい。邪魔くせ。終わらせる。頼んだ。はい。オラオラ。こんなところかな。ロック解除。アクセスを許可します。行くぞ。なんだ。メインリフトってこっちだっけ。
く H1 まで戻ろ。蹴散らすぞ。邪魔はさせない。連携しよう。そうだ。はい、うん、当たる。気合い入れてけ。頑張るね、うん、もっと頑張ろう。逃さない。次もこの調子。お、上から来たか。非常用電力の供給を確認。リフトの再起動を開始します。再起動完了。リフトに搭乗してください。ふっ、甘よ。鉄くずめろ。いよいよ魔航路か。暗くて一癖、星の命が削られる場所だ。中は魔航の匂いが鼻につくぞ。覚悟しとけ。うん、見ろ、魔航路が呼んでるぜ。早く来い、早く来いってな。心配してるね。派手に暴れたのに
誰も追ってこないね。ミッドガルはシンラの手の内だ。監視はされていただろう。気づいてたなら言ってよ。言ったらやめてたか。最初からギリギリの綱渡りだ。渡り切るしかねえ。力ずくでも得意そうだ。どうでしょう。もうすぐか。ティファン。うん、いよいよだなって思ってたより緊張してたみたい。こればっかりは俺も慣れねえ。クラウド、ジェシーとウェッジはどんな感じだ。犯人グループが列車から飛び降りたって上は大騒ぎ。おかげでここは静かでな。マコーロへのルートはささっと確保済みよ。ヘイヘイヘイビーグで、パートの二人は。ジェシーがね、怪我をしちゃって。ひどいのか。口数は減ってね、大丈夫だ。世話になるな。仕事だ。4番街へ行きに乗って正解だったな。警備は4番に集中してる。でもこっちの本命は5番。ちょっと複雑だが、この奥はもう魔鉱炉の中だ。狭っちい穴ぼこだぜ。文句言うなよ。こっちは補給物資とワイヤーリール。調子は？これ以上ねえってくらい上々よ。みんなのこと、お願い。おうよ。よし、俺たちもワイヤーの装備だ。落とさねえようにしっかりくくりつけとけよ。作戦が終わったらこいつで一気に下まで降りる。生きて帰んぞ。当然だ。